ジョイフルホンダ宇都宮店、ジョイフルホンダ森屋店、株式会社ジョイフルホンダは、茨城県土浦市に本社を置き、茨城県を中心に、関東地方で、大型ホームセンターを展開する企業。また同社が展開する、店舗ブランド名も、ジョイフルホンダである。極めて大規模な郊外型ロードサイド店舗を、展開しているのが特徴で、1店舗あたりの証券も、広い。 一店舗あたりの平均店舗面積、売上高が大きいため、わずか15店舗の店舗展開であるにもかかわらず、ホームセンター業界で売上高トップ10に名を連ねている。各店舗あたりの平均敷地面積は、東京ドーム2.3個分に匹敵する。特に、ニューポート日立中店、千葉ニュータウン店、水穂店、さって店、新田店、千代田店の6店舗は、 超大型店と位置づけており、平均敷地面積は東京ドーム3.0個分、平均駐車場台数は2723台に達する。公式サイトの店舗案内でも各店舗の敷地面積が東京ドーム何個分相当であるかを掲載している。最大のニューポートひたちなか店は東京ドーム5.1個分に相当し、同じくジョイフルホンダが関連する。 ショッピングモール、ファッションクルーズニューポート日立中とも、相まって、国営日立海浜公園周辺での巨大、ショッピングエリアを形成している。また、店舗を移転させずに、店舗拡大を続ける手法をとり、比較的初期から存在する店舗では、店舗敷地に隣接する田畑や他社事業所跡地などの、土地を、次々と取り込み、 そこに別当を建てたり駐車場を拡大する手法で開店当初の規模から徐々に拡大していった店舗が多い。その中には、さってペンのように、元はボーリングブーム当時のボーリング場後の中古建物からスタートした店舗が長期にわたり全方位に敷地を拡大して別当や駐車場を追加し敷地内でのスクラップビルドを重ね続け、 ついには移転もないまま当初の数倍規模の大型店舗と化したケースもある。宇都宮店では宇都宮駅から1時間に1本程度、水保店では箱根ヶ崎駅から30分の1時間に1本程度の無料送迎バスを運行している。北海道には当社を含む3社共同出資の企業、 株式会社ジョイフル AK による店舗が存在する。2021年12月現在、大型ホームセンタージョイフル AK4 店舗、小型ホームセンタージョイフル AK ビルド ON1 店舗、ペットショップペットワールドプロックス4店舗を展開している。ありがとうございます。